ッサカリーグ第7節最終戦、ホーム青のモルフォス VS アウェイオレンジのゾーロです。さあ首位を走るゾーロ、現在2位のビーネがカクトに敗れたため、ここで勝てば大きく引き離して独走状態に入ります。一方のモルフォス、現在まだ2勝2敗引き分けということで、かろうじて優勝争いには残っていますが、ここからやはり連勝をしていかないといけないところ、負けられない戦いです。さあ優勝争いに大きく影響しそうなこの一戦、果たしてどうなるのでしょうか。さあキックオフです。偶数が出ました。ホームはモルフォス、偶数です。奇数のゾーロからのキックオフ、ハルクマシンが行きます。さあとウォーズマンを超える位置、しっかりとここまでボールを運びました。しかしウォーズマン戻ります。しっかり触って戻った。さあパスになった、左サイドメガウォーターエースの前だ。タッチした、メガウォーターエースゴールに向かいます。しっかりと前に進めた、ドリブルだ、シュート、16号がここは止めました。これはしっかりと乗せた、足の間に挟まっていたボールをドリブルで、しかもメガウォーターエースをかわしてシュート体勢に持っていった16号。さあここは右足狙っているぞ、ロングシュートか。16号、ボーズマンに当たりました。偶数に変わった。さあこのウォーズマンが止めたボールを後ろから今度はロックマン X、 触ってボールをキープ、右サイドに流していったロックマン X、 奇数に変わります。ナイトマン、奇数でドリブルに入る、左サイドドーっと、これは偶数に変わった。しかしいいドリブルでした、ジャンクマン、少しスピードが出なかった。さあもう一度出目を変えに行くのか、ナイトマン、左サイド、ここは飛び越えていきました。さあジャンクマンが偶数で触りました。そしてここボールを狙える位置です、右サイド、ジャンクマン、あーとこれは飛び越えた、ここはトップしました。しかしまた触って戻った、ボールを離しません。これは切り返す、これをゴールに向かうためにポジションを作っていきます。ジャンクマン、ここをしっかりと前に出しました。そして触っている、さあドリブルだ、右サイド、ジャンクマン乗せます、絶好のポジション、ここで乗せました。ジャンクマン乗せた場合はボールのこの向きも回転させることができます。そしてボールの周りどこに置いてもいい。さあジャンクマン慎重にここは狙っています。あーと、ここは筋肉マンに当たった、なんと絶好のシュートでした。しかしわずかにシュートコースに入っていました、筋肉マン、絶対絶命のシュートを止めました。顔面キャッチ、そして奇数に変わってます。左サイドに外すというのが一番最悪ですから、そこをなんとか避けたかったのか、しかしちょっと中に狙いすぎました。ギロンです、ギロン、ここをしっかりと触りました。そしてこのポジション、ロングシュートもあるぞ、ギロン、シュートーと、これは味方のハルクマシンの背中に当たって左にそれていきました。ネビラスのゴールキック、さあと、これはまっすぐ強烈なキックがなんとジャンクマンに当たりました。さあキーホールを決定的な場面まで作った、前に詰めています、このジャンクマンに当たってすごいパスになった。タッチできるかジャンクマン、あと触りました、わずかに触った、これはジャンクマンタッチ、今度こそフィニッシュまでいけるか、あとこれをしっかりと触って寄せました。さあ今度は先ほど決定的なシュートを防がれた筋肉マンが正面に立ち塞がる。さあこの体勢からどう攻めて突破していくか、それとも直接狙っていくか、ジャンクマン、ジャンクマン、今度は打っていった、右のポスト当たって外れていきました。鋭いコースを狙っていったのですが、先ほどは中央、そして今度は右、どちらも決めることができません、ジャンクマン。さあゴールキックです、筋肉マン、今度は自分が倒れないパンチショットを打っていきましたが、奇数で前に出します。これはミッドフィルダー、司令塔です、アモイマンが行く、ナイトマンが上がったところサポートに行きます。
ちらもジャンクマンが上がった穴をウォーズマンがサポートに行く。アモイマンのドリブル、しかし4グースに変わりました。ウォーズマン、これはだいぶ大きく蹴りました。アモイマンを飛ばしましたが、どうでしょうか。10センチ入ってます。これは10センチ飛ばしました。ウォーズマンのファール。さあ、これは10センチ以内にいるモルフォス選手はウォーズマンのみ。さあ、壁を作れるのはウォーズマンです。蹴るのはギロンか。これは直接は難しい距離。やはりハルクマシンにこぼれ球を狙わせるという作戦か。狙っといたーと、左のポスト、惜しいシュートでした。鋭いグラウンダーのシュートを打っていきました。壁は1枚。ウォーズマンの頭をギリギリ越えて、低い弾道でゴールの左を狙っていくシュートでした。ギロンのフリーキック。さあ、ここはまたゴールキックになります。メフィラス、さあ今度は短く出して、ルースのままウォーズマンの近く。さあ、ここから繋いで攻撃を組み立てていくモルフォス。回り込みましたが触れません。ナイトマンがボールを奪う。しかしまだグース、ウォーズマン、うまくグースになって弾きました。触りました。ここも微妙なタッチで繋げていくウォーズマン。かわしていった、すごいパスだ。ハルクマシーンの右を抜けていく。ロックマン X の前に出します。さあ、これをロックマン X さらにつなぐ。そしてメガウォーター S の前だ。触りました。メガウォーター S が完全に左足を前に出した状態でシュート体勢作っていく。打ったー、なんとスーパーグレートゴールキーパーストロモンスが弾いた。再三にわたるモルフォスの決定的な場面、決めきれません。これも奇数に変わった。柱が邪魔だが、筋肉マンしっかり後ろに回り込みました。ジャンクマン奪いに行きます。しかし出目を変えられません。筋肉マンクリア、奇数でクリアします。これは微妙に触ってないか。孫悟空 X、 シュートコースを防ぎます。孫悟空強行突破に行く。しかし X、 この場を離れません。これはたまらず孫悟空、ボールが出ました。関節フリーキックになる。さあ、ここはウォーズマンが来ます。ドリブル、しっかり前に運びました。ドリブル体勢、ウォーズマン、ここもドリブル。メガウォーター S の前は下がっています。さあ、ゴールの前に止まったボール、ウォーズマン触れるか。触った、しかしこれもアストロモンスが捉えるが、グースです。さあ、ウォーズマン、これを押し込めるか。ウォーズマン、ここでキス。なんとアストロモンスを左にかわそうかというところでキスに変わりました。しかしこれを右手の鞭でしっかりとクリアできるか。アストロモンスクリア、しかしその拍子に偶数に変わった。これは面白い。ゴール前が空いている。さあ、これはメガウォーター S 押し込めるか。前にはウォーズマンもいる。触りました。触ってしっかりとシュート体勢を作る。左足、今度こそ決めるか。シュートゴール、モルフォス先制。開幕戦ハットトリックで驚かせたメガウォーター S の第5節以来2試合ぶりのゴール。これは得点王争いにも食い込んでくるメガウォーター S の先制点です。さあ、再開。ギロン、ギロン、ゴロンと転がって、さあ奇数のまま前に進みました。ギロン、これはウォーズマンが至近距離で受け止めて、しかも偶数に変えています。ウォーズマン、さあ左サイドにパスを出していきましたが、ハルクマシン、シュートコースを防ぐ。ハルクマシン、おーっと、強烈なパスになりました。ギロンに直接ヒットする。さあ、これをギロン触れるか。うまく触った、戻します。アモイマン、3人の連携プレーを見せる。ゾロ、触ります。アモイマン、触ります。なんとか前を向く。さあ、タッチした。これを前に出してドリブルに入る。アモイマンが直接行くか。少し届かない。ロックマン X、 これをかすめ取りました。触って乗せた、右肩で乗せましたが、その拍子に出目はモルフォス。おっと、これは左に流れながらかわしていこうというロックマン X。 さあ、モイマンを避けました。逆サイドにサイドチェンジ。しかし出目は3になっています。これを
議論が行く。ジャンクマン議論ドリブルに入る。触った乗せます。マクズジャンクマンをかわして左サイドドリブルからの乗せ。さあ今度はどこを狙っているのか。議論議論のシュートゴール決めた。同点です。ワンバンしてポスト左に直撃、そこから跳ね返ったボールはゴールキーパーネロンガに当たって入りました。見事に決めました。左サイドからのミドルシュート、これでゾーロ同点です。さあ残り時間はわずか。ウォーズマン触りましたがボールを置いてった。先制ゴールを決めました。メガウォーターエースがその後ろからドリブルで入る。これをかわしていくか。ドリブルブースです。さあこれをさらに左にかわしていこうかというところで議論がボールを奪います。奇数に変えた。あとこれは出ました、相手ゴールキック。ガイロンのゴールキックはなんと相手のポストに当たります。跳ね返って3。下がりました。バファローマンの右足。さあ高く上がったボールはハルクマシンに当たりました。左サイドに流れていった。ギロンまた追いかけていきます。左サイドジャンクマンとのマッチアップか。ギロンここも乗せます。連続です。この左サイドからのシュートチャンス。シュートゴール。今度は真ん中を斜めに切り裂いてゴール右隅に決めた。頼れるエースが優勝争い大事な一戦でここで爆発。見事なロングシュート連続ゴールで逆転です。モルフォスあれだけ苦労して何度も決定機を作っての先制点でしたが、なんとゾーロは連続のシュートをしっかりと決めてきました。さあメガウォーターエース同点に持っていけるか。ここで乗せます。シュート精度も上がってきました。まだルーキーです。メガウォーターエース右足シュート、ナイスディフェンスはマンモスマン。ここは正面受け止めました。さあしかしまだ偶数だ、チャンスはある。メガウォーターエース押し込むか。あと触った、ここも触りました。メガウォーターエースチャンス、今度こそ押し込むか。シュートゴール、再び同点。メガウォーターエースの2得点、あっという間の同点です。さあ残りわずか。ハルクマシン行くが奇数です。議論ジャンクマン、ジャンクマンがボールを奪って乗せましたが出目はまだゾーロの出目、アモイマンです。ここはしっかり触ってボールを奪い返します。さあこれは10センチわずかに飛んでない、ギリギリ飛んでません。アモイマンここで乗せます。背中で乗せた枕乗せ。さあしかしスタンスの広いメガウォーターエース、またいでここをシュートコース防いできます。ここから狙うか、シュート、メガウォーターエース、そしてロックマン X に阻まれました。そしてグース、さあ時間がないところ、スマイルマンクリア、あとワンプレー。さあここから行くのはハルクマシンか。ハルクマシン入れてしまった、関節フリーキックゴールにならずということでここで試合終了。2対2引き分けました。さあお互い意地の勝ち点1をゲットしました。さあこれにより首位を走るゾーロ、負けたビーネとは勝ち点差2に広がります。そしてビーネが2、勝ち点12、そして3位争いです。モルフォスが4位にここで脱落、優勝争いからは離されてしまいました。 3J が3位、モルフォスは勝ち点9までしか伸ばせません。さあ優勝争い、まだここはゾーロが意地を見せました。2得点、議論の2得点で首位を死守しました。第7節終了です。